こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はベンチプレスで肩を痛めた時に確認するポイントのお話をしたいと思います。動画の概要欄には Bレジェンドの公式 LINE やセール情報なども載っておりますので、ぜひご確認ください。まあ主に大胸筋と肩の種目ではあるんですけど、まあ結構上半身全体的に筋肉量をつける種目としてベンチプレスってかなりまあいい種目だと思うのですが、まあよくねベンチプレス頑張りすぎて肩を痛めるという話もよく聞きます。ベンチプレスをやるにあたって気をつけるポイントはある程度押さえておかないと、結構肩の怪我っていうのはね頻発してしまいます。ベンチプレスやりすぎてね肩を痛める状態、痛めやすい状態でベンチショルダーでね名前がついてるぐらいの状況になりやすいので、怪我をじゃあやっちゃったっていう時にどういうポイントを確認してね、まあ、怪我の原因を潰して怪我しないように予防策どう打っていくのかっていうお話をしていきたいと思います。まずベンチプレスで肩を痛めた時に確認するポイント、一つ目は柔軟性のチェックですね。ベンチプレス大胸筋、肩の前筋肉ついてくるんで、筋肉が使いすぎて疲労してしまうと硬くなっちゃうので、だんだん肩がこう前に入っていく状態ですね。真横から見るとこう肩がこう前に入ってる巻き肩という状態になってしまいます。単純に疲労が溜まって筋肉が硬くなるっていうのもあるんですけど、胸の前の筋肉がついていくことで筋肉がつくこと自体もね硬くなっていく原因になりやすいので、そこの確認を行うようにしましょう。まあやり方としてはですね、横を向いた時に、まあ、気をつけをして立った時にですね、肩峰っていうところがあるんですね。肩のとんがった骨があるんですけど、肩の先のとんがった骨と、まあ、耳の穴の位置が、まあ、一緒の位置にあるかですね、まあ、これがこう肩がこう前に入ってると肩峰の骨の位置と耳の穴の位置がこうずれてきちゃう、前に出てる状態になるので、これがしっかりまあ耳の穴の位置ぐらいに収まってるかっていうのをまず確認した方がいいかなと思います。もう一つは気をつけをして立った時にですね、手の甲側がこう前を向いてる状態になってないかですね。これ肩の内旋という作用が大胸筋にはあるんですけど、まあ、大胸筋が過剰に発達したり硬くなったりしてくると、肩がこう内にこうねじれてる状態になってしまいます。まあ、この状態も横から見ると手の甲が前に向いてる状態にしてもらうと分かるんですが、こう肩前に入ってきちゃいますね。これ関節の正常な動きができない状態、硬くなりすぎて痛めやすい状態になっているというところなので、まあ、これを予防することが必要になります。まあ、やることといえばですね、まあ、大胸筋のストレッチと肩が内にねじれている状態をまあ予防するようなストレッチになるんですけど、まあ、簡単に言うとこう壁とかに手をつけて大胸筋ぐーっと伸ばしましょうという動きと、外旋って言ってですね、腕をこう外にねじる動きなんですけど、まあ、野球選手とかがよくやってゆっくり外旋させる動きですね。痛みを感じるときはね、まず安静にすることが優先なんですけど、まあ、痛みが引いて柔軟性を取り戻す運動もしていいよとこう病院の先生とかに言われる段階になってきたら、予防的なストレッチとかさっきやったようなこう外旋の動きの柔軟性を取り戻して、まあ、腕の位置、肩の位置を正常に戻す運動を取り入れてみると良いかと思います。まあ、この辺の詳しいストレッチとか外旋の筋肉をしっかり使えるようにするっていう運動は、まあ、別動画で撮ってみたいと思いますので、まずはまあ肩の位置がどうなっているのかっていうのを確認してみてください。柔軟性の低下っていうところは、まあ、疲労が溜まっても起きやすいので、まあ、私の場合だとベンチプレスのウォーミングアップをしている時に、今日はちょっとバーを下ろした時にストレッチ感をいつもより強く感じるなということは、体が硬くなっているなっていう判断をしますので、アップ中に硬さを感じても、まあ、もう一回ちょっとしっかり伸ばし直そうとか、このままいつも通りの感覚で重い重量を扱うと柔軟性が低下している分怪我しやすいなというところで負荷を下げる判断をしたりする、まあ一つの材料にアップを使ったりもしています。次に確認するポイントですけど、ベンチプレスのフォームにおいてブリッジをしっかり組めているかっていうのを確認した方が良いかと思います。ブリッジを正確に組むために、胸椎をしっかりこう胸の高さの背骨をしっかり伸ばすところが必要になるんですけど、まあ、この動かし方っていうのは、まあ、以前の動画でも解説したので確認してみてください。でベンチプレスのブリッジを組むときにですね、胸をしっかり突き出さないとダメなんですけど、まあ、これが肩甲骨が上がってしまうと肩に負
荷がかかるフォームになってしまうし、腰反ってるつもりでも胸が張れてなくて腰だけ反れてるっていう場合もあるので、まあ、この場合もやっぱりこう下ろした時に、まあ、過剰に可動域が広くなりすぎて、まあ、肩を痛める原因にもなりますので、まあ、ブリッジがしっかり組めているかっていうのも確認してみてください。補足としてはですね、ベンチプレスの効かせるフォームとしてあえてブリッジを低くしたりとかですね、足上げベンチプレスを行ったりっていうアプローチもベンチプレスの組み方のコツとしてはもちろんあるんですけど、これはしっかりブリッジを組んだベンチプレスのフォームが固まった後に、まあ、やってもいいかなというやり方ですね。まあ、特にフルレンジですね、可動域しっかり取りながらやる場合は、まあ、例えば100キロでしっかりブリッジを組んでベンチプレスをこなせても、可動域を広く取ったり足上げで取ったりするときは少し重量下げます。やっぱり90キロとか80キロとかに下げて、こなせる限界ギリギリの重さでいきなりやっちゃうとやっぱり関節にダメージ大きいと思うので、これも怪我なく行えるように、まずブリッジしてしっかり行える、で次に可動域を広く取る場合も少し余裕を持ってまず慣れていくっていう段階を踏まないと怪我をするので、まあ、フルレンジにこだわりすぎてですね、怪我しないようにちょっと気をつけてください。3つ目のポイントは、バーを、まあ、特に下げる局面でですけど、肩関節が動きすぎていないかっていうのを確認してください。まあ、これ先ほど言った胸椎をしっかり上げて、まあ、肩甲骨を動かすっていうポイントにも結構近くなってくるんですけど、バーを下げる時にですね、肩関節のこう水平外転という動きなんですけど、こう手をぐーっと開く関節の動きでばっかりバーを下げると、バーを下げた時にですね、肩の前ですねにストレッチがかかりすぎてしまうので、まあ、ここに負担がほとんど乗ってしまう状態になるので、まあ、肩を痛める原因になってしまいます。なので下げる時にですね、まあ、肩甲骨の動きがしっかり取れて、まあ、ここが伸びる感覚がそんなに強烈に出ない、この可動域がしっかり出すぎないようにすることが大事になってきます。バーを下げた時に十分な肩甲骨の動きが出せていないと肩ばっかり使うので、まあ、こんな状態ですね。肩が前に下ろした時に突き出た形になるんですけど、これ肩甲骨からしっかり動けていると、まあ、肩の関節の動き自体が、肩甲骨が動いてないと、まあ、大きく肩が前に突き出ている状態になってしまうんですけど、肩甲骨がしっかり動いている状態だと肩がそんなに前に突き出ない状態になります。肩関節だけじゃなくて肩甲骨が下がって寄るっていう動きでもバーが下がる可動域が取れるようにするということが重要になってきますので、肩を痛めた時は、まあ、この動きがしっかりできているのかっていうのを意識してみてください。じゃあ4つ目のポイントですけど、肩甲骨が硬くなっていないかっていうところになります。まあ、先ほどの動きを正確に出すにはやっぱ肩甲骨の動きがしっかり出てないといけないです。でバーを下げるときにですね、肩甲骨が柔らかいとちゃんとこう胸椎が動いて胸を突き出す動きができるんですけど、まあ、感覚として表現するならば、まあ、溝落ちを突き出した結果肩甲骨が下がって寄るっていう動きになるんですけど、バーを下ろすときに肩甲骨を寄せようとか、まあ、肩甲骨を下げて寄せるとか意識的にその状況を作ろうとするとやっぱり正確な動きが出ないので、まあ、溝落ちを突き出した結果、まあ、取りたい姿勢が取れたっていう意識の順番で行う方が良いかと思います。また、まあ、背中が張ってたりとかですね、まあ、例えば仕事でデスクワークでパソコンずっと打ってて肩甲骨周りが硬くなってしまっている場合はベンチプレスのバーを下ろすときに肩甲骨の動きが硬くなるので柔らかい動きが出ないということも起きてしまうので、まあ、この場合はちょっと今日肩甲骨硬いなと肩凝ってるなと感じたら、まあ、私の場合は、まあ、フォームローラーですね、ストレッチローラーで肩甲骨周りの筋肉をほぐしたりとか、軽い重量でハイレップでラットプルダウンをちょっとアップに取り入れて肩甲骨周りの血流量を増やしてちょっと柔軟性が出やすいように、動きがスムーズに出やすいようにして、もう一回ベンチプレスアップからやり直すっていうことも行います。ベンチプレスで肩を痛めた時の確認ポイント5つ目です。バーを握りすぎていないかっていうポイントになります。バーを握りすぎるとですね、柔らかい動きの連動が出にくくなります。重い重量扱ったり、まあ、気合い入れすぎたりするとですね、どうしてもバーグッと握っちゃいますよね。
握ってると腕とか肩関節から動こうとする比率が上がったり、二頭筋が緊張しすぎて、まあ、これも肩甲骨が柔らかく動かなかったり、スムーズな連動が出なかったりするので、バーを握りすぎずに、まあ、最初からサンブレスやるとね、バーを落とすかもしれないんで、親指巻いてもいいんですけど、ちょっとこうふわっと添えるぐらいでバーを掴むと動きがスムーズになりますね。前腕とかが発達してる肩は結構グッと握って動かす癖がある方も多いと思うので、肩を痛みやすい場合はベンチプレスの際に握りすぎていないかを確認してみてください。6つ目のポイントは、バーを下ろす位置が適切かを確認してみてください。まあ、上級者の方がですね、効かせるポイントとしてちょっとあえて高くしてるとか誘導がももちろんあるんですけど、まあ、初心者のうちはですね、やはり肩に負担が少ない乳首から溝落ちの間ぐらいにバーを下ろす方が肩の毛が少ない下ろし方だと思います。肩に負担がかかってるかどうか確認するのに、こう腕を引いてみるといいかなと思います。これ高い位置で引くとどうしてもこの辺にストレッチ感感じやすいと思いますので、腕がですね45度とかそのぐらいでこう下がってる状態の方が肩に負担少なく下ろせてると、まあ、自然にこう腕を引ける角度だと思います。あと、まあ、これ先ほども挙げたポイントで、まあ、普通に引くよりももちろんこう溝落ちを突き出しながら引いた方が肩甲骨の動きがスムーズに取りやすくなるので、まあ、下ろす位置を乳首から溝落ちぐらいの高さに合わせるように一回してみると、まあ、肩の負担少し減るかもしれないので、特に高く下ろすぎていないかを一回確認してみてください。僕もベンチプレス初心者の頃は何かこう肘を張って高い位置でやった方が慣れた動きの角度なんで力入りやすいような感覚はあったんですけど、これ100キロ120キロと重量上げていくとやっぱり関節壊れてくるんでね、最初はね多分重量落ちると思うんですよ。こういう位置からこうちょっと下げちゃうと、ただ長期的にベンチプレスを行って肩の怪我なく行うためには、あまり高い位置でやりやすいからとやり続けるのはやっぱ怪我につながるので、まあ下ろす位置一度高すぎないか確認してみると良いかと思います。まあ、7つ目のポイントは6つ目とちょっと関連するんですけど、手首立てすぎていないかっていうのも確認してみてください。バーを下げるときにですね、手首立てちゃうとどうしてもこう肩上がっちゃいますよね。手首が回ったらねちょっと痛いなと怖いなって感じる方いると思うんで、どうしてもクッと立てて持っちゃうと思うんですけど、立てちゃうとこうかぶせるような動きになるので、ちょっとこうやっぱりバーの位置を下ろすときに高くなりやすいですね。まあもちろん手首立てたままベンチプレスやってちゃんと下ろせる人もいるんですけど、傾向としてはやっぱり手首立てると高い位置に下ろすベンチになりやすいので、この辺も気をつけていただければ良いかなと思います。で、僕のおすすめとしてはもうリストラップですね。手首に巻くサポーターがあるので、まあそれ最初は60センチのやつでいいと思うので使い出してください。で、重量が上がってきたら僕のおすすめとしてやっぱり90センチ100センチのリストラップを使った方が良いかと思います。がっつりサポートしてくれるのでリストラップ使うと、そうするとまあ寝せてもですね痛くないですね。サポーターが保護してくれるので、力んだら握りすぎるっていう悪い癖も出やすくなるので、まあ、しっかり安心して手首を守られた状態で力まずに手首を寝せるっていう選択肢も取りやすくなるので、立てたままできる人は立てたままでもいいかもしれないですけど、寝せるっていう選択肢がより取りやすくなるっていうメリットもあるので、手首を立てすぎるのが怪我につながっている場合はリストラップ使って寝せるっていう選択肢も考えてみても良いかと思います。まあ何でもね、サポーターに頼りすぎると体が強くならないっていう考え方ね、もちろんあるとは思うんですよ。僕もね、昔補助器具使ったりとかですね、するのをできるだけしないようにしてましたけど、ベンチプレスで手首痛くなりましたね。95キロぐらい上がるときに手首痛くなったので、まあやむなしということで、リストアップの存在も知らなかったんで、テーピング巻いてベンチプレスやってたんですけど、まあ今思えばですね、いらない痛みとかですね、感じるぐらいだったら早めにサポーターっていう存在を知ってですね、さっさと巻いていれば過剰に力むことなく手首の痛み気にすることなくベンチプレスに集中できたと思うので、やっぱり早めに巻いておく方が良いかと思います。で、手首ね強くしたかったら、例えば100キロメインセットとしたら、まあ80キロまではリスト巻かないとかですね、まあメインセットが終わった後に重量を下げてリスト巻かずにベンチプレスを行うっていうことだったら手首も鍛えられるんで、アップか最後の補助的に足すっていうのはあえてリストを外してっていうのは僕もたまに組み入れるので、まあこういう組み入れ方で重量をこなすメインセットに関しては手首を保護してやった方が良いかなと考えております。まあ手首を保護してね、成長速度上がると、まあ80キロで手首痛かったのがマックスが20キロ以上伸びてくる
と以前痛かったところが全然痛くなかったり、リストを巻かないと手首が怖いと感じてたのがマックスがスムーズに伸びてくると、以前痛みとかを感じてた重量でも全然平気だっていうところもやっぱり出てくるので、重量が伸びれては関節もね強くなってくるので、怪我せず限界ギリギリ追い込むためには、限界ギリギリをやるときはリストを使うっていうところを取り入れてみてください。最後8つ目のポイントです。バーを下ろすときに、スピードが出すぎていないかっていうのを確認してみてください。重量をこなすっていうところを優先するときに、どうしてもこうバウンドを使いたいというところが出てくると思います。やっぱりゆっくり下ろすときついんでね、重量こだわってるときはこうバーンとバウンドして跳ねさせてやりたいっていうのはついついやっちゃうとは思うんですけど、やっぱり一番ストレッチがかかって怪我しやすい時に加速一番してる状態で、バウンド使う時にちょっと脱力したりもするので、そうなると関節にすごい負担がかかって肩痛めたりもするので、肩痛めやすい場合はやっぱバウンドを使うフォームっていうのはやめといた方がいいかなと思います。上級者の方がね、重量優先で重量慣れるためにっていうところであえてバウンド使うっていうやり方ももちろんあるとは思うんですけど、ベンチで肩を怪我しやすいという状況であれば、そういうバウンドを使うフォームっていうのはもっとレベルが上がるまではやめておいた方がいいかなと思います。以上でベンチプレスで肩を怪我した時に確認するポイントのお話をしました。ベンチプレスやっぱ非常にいい種目ですけど、重量も こなせちゃう種目なので、やっぱ怪我が多い、特に肩を怪我してる人が結構出てくると思うので、一度ベンチプレスを行うために不足している要素とか見落としているポイントがないかっていうのを、怪我なくベンチプレスできるように今のうちにこう考えること、準備することをやってみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄をチェックしてください。それではまたお会いしましょう。